どうもこんにちは、T1 スタイルズです。今回は、我がクラン、ACWP1 で行われた、第2回クランイベント、オツサバイバルの模様をお伝えします。まず、ルール説明です。簡単に言うと、日本のティア1戦車、オツを使い、敗者脱落の戦いを4回行うというものです。最初の2回戦は、占領禁止の通常戦を行い、敗北チームが脱落、勝ったチームが次の試合に進めます。3回戦、4回戦では、少し風変わりなことをし、最後まで残った1人が優勝となります。果たして誰が優勝するのでしょうか？今回は尺の関係上、最初の1回戦、2回戦の模様をお送りします。今回も、クリオス、山田さんの生声実況を含んでお送りするので、ご了承くださいませ。ただいまです。今日は超しんどかった。ほんまに。朝5時起きして、仕事場に7時に行って。あのね、山田さん、これ、もう撮影してるんですよ。そうなんだ。カットお願いします。オフレコで、オフレコで。面倒な仕事増やさないでよね。はいはい、わかります。ちょっとずるずる言うけど、かまんのかな。いや、だからさ、天竜がさ、水着姿になっててさ。は？いいですね。おっぱいプルンプルン。ね、太ももいい感じだよね。うん、太もも、こう、臀部とかもね、そうそう、くびれとかもいいですよね。いいっすよね。遠征から帰ってきたら、いつの間にか水着姿だったからびっくりしちゃったよ。わお、水着。お前、ちょっとお前、何バケツ拾ってんのに水着になってるんですかって。カンコレ話やめてくれ。またカットの仕事が増えるからさ。じゃあ始めますよ。おー、とりあえず実況すればいいのかな。今回は山田さんの実況ですかね。勝率 54% か。50% だ。チーム分けはアバウトでやっています。山田さんと私はオブザーバーです。さて、始まりました。オツ。ある、オツ。オツ。お疲れ様でーす。テンション高いな。意味がわからないよ。ちょっとお腹減ってるんで、今からズルズルしたいと思います。はさあ、私の、夕食実況を今から始めたいと思う。なんじゃそりゃ、動画にするって言ってるのにそれって。これって、占領してもいいんだっけ？ダメですよ。占領ダメ。あ、オッケー。占領ダメ、ダメ、ダメよ。なんか、イントネーションがおかしくなったよ。地方の人だから仕方ない。さて、オツ、みんな始まりました。なんだこの戦車は、キモいぞ。今回はクリオスをフォーカスします。いやいやいや、ルノー戦車だから。フランスからの輸入戦車ですからね。フレンチ。あれ？美味しくない。あ、ゆういちさんあっちか。あ、いいや、こっち来るし。さあ、始まりましたが。おっと、快適しました。さあ、どうするかな。さあ、私は夕食を食べましょう。山田さん自由すぎる。ちゃんと喋ってほしいんだけども。できれば私が黙っていたいくらいです。今から私は夕食を食べるので、その時は、一番めんどくさい仕事は、スタイルさんに渡します。はい。あと、よろしく。絶対カットしないからな、覚えてろよ。とりあえず、ユーチさんについていけば何の問題もないな。戦闘士官ユーイチについていくクリオスである。中央で入りましたね。さあ、どうなることやら。おっと、敵が8、9ライン固まって、そのまま7ラインを、こうか？そこに留まってるのが、3人。でもさ、これ、俺に情報を筒抜けなんだよな。山田さんに文句言ってくださいね。うん、いいのかい？だって一人で行こう。まあクリオスはあんまり人の話聞かないし大丈夫でしょう。私の方は聞かないから大丈夫ですよ。そこなんだよな。何むしゃむしゃ、むしゃくしゃして、むしゃむしゃしてやるわ。カップヌードルのビッグサイズを。めんどくさいワードを次から次へと。まあいい、これで山田さんの自由気ままさが世間に伝わるはず。あら、ゆういちさん突っ込むのか。おっと、先にこっちが一体やられた。あったあった。クリオスの方が実況向きであると実感。側面を取るわけにいかないな。お、一体突出してきたな。参加したかったけど、やっぱり仕事があるときついですね。我々も仕事である。そうだ、山田さん、優勝者へのプレゼントよろしくね。プレアカかな？私はゴールド渡すんで、山田さんは優勝者の相方にプレアカを。ゴールドでな。あれですよ、1週間でいいですよ。別に1日でもいいけど。1週間でいいでしょ。なんと気前のいい。1日で想定していたんだけど、まあそこは山田さんに任せるわ。
まだ後半戦の説明していないけど、優勝者には相方がいるから、その方にプレアカよろしくね。そこは山田さんに任せるよ。私？うん、私はあれ、じゃあ、ゴールドを、プレミアムを1週間で。よろしくね。マルトンちゃん。オツって、エア1ではかなり硬い戦車なんだよね。実際ほとんど黙って見ていた私、はいはい、だからあんまりここで喋ることがないということに気づいた。やばい、1対2になった。これはまずい。やばい、数がついてきた。まあ2人の生実況に任せよう。すするだけですか。じっくりしてたんじゃないですか。これはやばいな。さあ、どうなることですか。ここから逆転狙えるかな。まだ、これはどうなるかな。もはや実況ですらない。おっと、抜けてない。あー、豚飯取ってるから抜けないのかも。で、下腹部狙う。弱点してる方に抜かれる。クリオスチームピンチですね。やばい、カップヌードルうめえ。実況するものが違うんだけど。カップヌードルはあれですね、一番の調味料ですね。試合を実況してください。ほらさ、クリオス大ピンチですよ。抜かれるんですね、側面抜けると。抜けるでしょ。さあ、どうなることやら。今の戦況は7対5。まだ逆転はできるな。HP 差でまだ、うん。HP 差で勝ってますから、どうやってそれを使うかだな。盛り上がりにかける実況ですね。おっと、これは逆転の目が出てきたかな。マジか、ユイさんも死んだか。いよいよ追い込まれてまいりました。とりあえずこいつらで2体溶かすしかねえな。あとはもう上でハルダウンだ。こいつを殺す。ナイス。これで数は戻した。あとは2機は1体ずつだからな。先に撃てばかく、うん、HP 差で勝てるかな。これはどうだ。バカだ。おっと、うっそ。おっと、これはきつくなった。これはちょっと辛かったな。まさか1回戦目で実況者が脱落とは。これでほぼ赤チームの勝ちが見えてきました。この人は大丈夫か。履帯が壊れてるから。うん、やっぱりね。ただ車線が通ってないでしょこれ。ただ HP 差を返せるか。履帯を壊して AP 弾に打たれるだけの落ちとか。一撃ずつかな。お、一両撃破。これはまだ逆転ができる。あー、これはきつい。致命的ですね。ダメだ。わーっと、これもきつい。あ、終わった。無理だ。下がれないな。社長が死んだからな、俺。あー、デストロー。いい試合だった。うん。確かに、見応えある試合でした。もうちょっと壁際に。最初に差がついてたけど、結構、どっちか勝ってもあれ。うん。いや、それは言っていいんじゃないかな。俺、だって、もう、オブザーバーだし。敗者はみんなオブザーバーです。EF ラインに、EF の2のあたりを、大体、参加中ですね。主に重戦車が行くルートで、正面衝突しそうですね、このままだと。そうですね。やっぱりクリオスがいないと実況にならないね。どう見ますか、山田さん。そうですね、レビューが、うん。色的には、まだこちらのケイタクさん率いるチーム2の方が有利なんですけども、適当に振ったからさ、ごめんね。うん、待ってるんで。にゃんにこさんロリだろ、ロリ。そうそう、ロリコンさんって呼んでほしいってさ。ロリだろ。にゃんにこさんは以前名前を間違えられちゃってたからね、ロリコンって名前になりました。うんうん、にゃんこになんて漫画があったからいけないんや。
そうらしいです。これはどうでしょうね。そろそろ快適しますね。うん、快適しますんですが、これはどういう戦法だったかな。それを分かれるのか。おっと、2本に分かれましたね。中央には振らない感じですかね。そうですね。名人クラスさんは中央に振る。はい。それを HD99 さんと、ただこれをハルダウンできるかどうかですね。確か復活はなかったような気がしますが、オツは122度あるんで、どこでもハルダウンはできるんですよ。前線遮断とストップの不覚ですね。この状況だとハルダウンの、そうですね、抜けないように相手を抜けるようにして受けていきたい。おっと、先に名人クラスさんが食らいましたね。さあ、ここ下に2体食りました。ここをどう出るか、ここをどう出るか、集中砲火で溶かしていけるかどうかでしょうね。うん、真ん中にはとりあえず2対1の構図ができてますね。頼りになる実況者2人である。そう、ただおっとおっと、ここで集中砲火をされるか。おっと、圭卓さんがもう残りワンパン圏内だ。近いうちに動画本編にも出演予定の圭卓さんがピンチ。おっと、これはちょっと、おっと、両方いっちゃった。下を落としましたね。やっぱり強いですね。おっ、さらに落とした。名神クラスさんがアウトブレイクさんを殺しました。ここから挟み撃ち、2対2方向からの攻撃を仕掛けていくわけですよね。生物を使って撃つのはやっぱりうまいですね。やっぱり圭卓さんがさらに回り込みましたね。そうですね、これで多分クロスファイヤーになってますんで、これ3方向からで多分終わりでしょう。終わりでしょうね。多分無理ですね。おっ、この時はおつらいますね。これはワンパンで落とせるかどうか。落としたら、おっ、恥当たんなかった。おっと、下を開ければ4対0。これは一方的なワンサイドゲームでしたね。やっぱりこれはクラブマスターのやっぱり配布が問題じゃないでしょうかね。どうですか、というですか。これはさすがに、おっと、オツの体当たりでオツは破壊できない。何も破壊できなかった。あれは真実でした。どう思いますか。これはひどい八百長を見た。八百長を見ましたね。これは八百長を見たね。言いたい放題であった。何かを見たような気がしますね。これはちょっと圭卓さん上げすぎたかな。別にひいきなんてしてないのですが、5対0とか